いや、現実では謎のボドカの圧からなんかいい車を買わなきゃいけないような雰囲気になってた。プラスやっぱ家家族でも使える車がいいから、まあ SUV かなーって。俺 SUV あんま好きじゃないんだけど、かなーって思って SUV 見てたんだけど、なんかもう一周回って別に趣味のセダン買えばよくね。で今趣味の範囲をどの辺まで広カバーするか悩んでる。あんまり古すぎるとパーツもなんもねえからな。燃費は悪いし運転はしづらいしで、全く興味なかったのに、この間街で 10F 見かけてさ、 R8 だっけ、実車の名前で言ったら。今までだったら別に何もときめかない車だったのに、おおええやんってなんだよな。それで言ったらレクサスとかもマジで興味なかったけど、まあレクサスとかでもありやなって思ってるし、でもさすがにね、ちょっとツーシーターはね、嫌なんだよな。うわ、一時の感情で、ツーシーター買った俺バカだーってなりそう。マニュアルはね、別に乗りたくないね。全く乗りたくない。めんどくせえし。全然乗りたくない。俺がマニュアルオートマうんぬんって言ってるくだりって、あれ別に免許の話で、あれは一切ないからな。マニュアルに乗ること自体は何とも思ってないからな。でも俺はちょっとしか乗らない単車乗ってた時期に、一時期人に借りてビッグスクーター乗ってたけど、ビッグスクーターはマジで速攻飽きた。思んなさすぎて運転。ビッグスクーターの運転のつまんなさマジエグい。そういう意味ではやっぱ俺バイクの運転自体は好きだから、あれなんだろうな、面倒に感じないんだろうな。でも車のマニュアル運転してるとき、楽しい瞬間ほぼね、一回楽しいって思ってる間に、40回ぐらい面倒くせえって思ってる。結局どっちが好きかですな。免許取るときに高速講習あったよ。高速講習ってむしろ今ないの？都内はシミュレーター？へえ、悪魔だな。お坊面が一回現場遅刻して、やべえやべえやべえって言いながらレインボーブリッジ3往復するぐらいには、複雑なんだぞ。なんかナビが古かったらしくて、はい、ここ降りてって言われた場所になんか降り口がなかったらしくて、でしかも遅刻しててめちゃくちゃ気持ちが焦ってたから通り過ぎまくって3往復したらしい。方向音痴の気持ちが、いやでも方向音痴なのと都内の道が分かんねえのはマジで全く別問題だと思う。俺最近やっぱさ、車を買おうとしてるからさ、人の車とかタクシーとか乗ってる時にそれこそ自分でやっぱシミュレートすんのよ。まあ愛知とかもだいぶ道路やばいと思うんだけど、都内で何がやべえかって車がめちゃくちゃ多いから、なんかその俺が迷って他の人に迷惑をかけるのはダメだっていう気持ちがマジで焦らせてくんだよね。